なあ、ん？だから、達也のこと悪かったな。謝る相手が違うだろ。うん、やるよ。お前は何するかわからないからな。見張り役のペットだ。いらねえよ、こんなもん。あっつ！こんにちは、あずむちゃんでーす。今日は、グレートクローズドラゴンを作るために、食玩のラクラクモデラーとガシャポンのクローズドラゴンを一旦シルバーに塗装します。もちろんですね、これを使うんじゃなくて予備のやつを使います。まずクローズドラゴンのランナーはこんな感じです。そしてガシャポンの方はですね、スクラッシュギアに再録されていた方のこのクローズドラゴンを使います。こんな風に入ってました。出しました。で、このクローズドラゴンなんですけど、この頭と尻尾がですね、軟質素材でできているので、これそのままスプレー拭いてしまうと、もう乾かなくて、いつまでたってもベトベトになって困ってしまうので、ここはマスキングテープをします。できました。で、これちょっと中に入れときますね。じゃあいきますね。わー。乾きました。まずガシャポンです。相変わらず100円ならめっちゃ綺麗です。とりあえずこのマスキングテープ剥がしますね。あれ、よいしょ。で、ここの部分は軟質素材なのでガンダムシルバーで塗ります。ガンダムシルバーで塗ればちゃんとベタベタしないで乾くんですよね。塗りました。もちろん反対側も塗ってます。普通のと並べるとこんな感じですね。そしたら次はラクラクモデラーの方です。これもめっちゃ綺麗です。くー、これも組み立てますね。手で簡単に取れるのがいいですね。反対側に尻尾と頭ですね。で、これ、うわー、めっちゃ綺麗ですね。一応変形させますね。できました。普通のクローズドラゴンと並べるとこんな感じです。塗装されてないプロトタイプって感じがしますね。そのままグレートクローズドラゴンに塗装したいんですけど、あれちょっと色がかなり難しそうなので、今度次回じっくり塗っていきます。というわけでプロトタイプのクローズドラゴンを作ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。